今回 V さんにお願いしたのは、はい、私もともとそのゴミ屋敷の住人 でここに引っ越ししてくる前にゴミ屋敷にしてしまって、でその時も手に負えなくなるまで放置してしまって業者さんにお願いしたんですけども、はい、まあ、その時も YouTube 撮影っていうことで、まあ、お値引きっていう話もあったので、はいはいはい、まあ、お願いしますっていうことでお願いしたんですけども、はい、その出来上がった動画を YouTube で初めて見たんですね、はいはい、でその時にそのしてないこと言ってないこと、はいはい、でインタビューもされてないこと、はい、で責任者の方とお会いしたのは、はい、当日にお願いしますっていう挨拶のみ、はいはい、で最後顔を合わせた時、はい、でまあその時は退去やったんで、はい、もうちょっとどうにかできませんかっていうような話をしたんですけど、はい、あとは業者が管理会社がやるんでみたいな感じで言われて、はい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 、でまあ後に自分で掃除してやっぱり綺麗になったところは映してるんですけど、はい、そうでないところはやっぱり引きとか見えないような形、はい、でされてて、はい、やっぱり回ってる時と回ってない時っていう対応も違いますし、はいはい、後日そこの業者の方が、はい、最後引っ越しもお願いしたので、はいはい、で荷物を取りに来られた時に、はい、まあもう掃除終わってますよね、はい、引き渡しなあかんので、はい、とそこで入ったんですよ、何もない家に、はいはい、それまずびっくりして、はいはい、でももう掃除したところとそこでバーって入ってって、はいはい、荷物出してって、はい、と思って、だからそういうことがあったんで今回もこんなことにしてしまって、はい、で自分の手には負えないんですけど、はい、業者さんに頼むのがやっぱちょっと怖くて、はいはい、っていうのがあったんですけど、やっぱりいろんなそのお掃除業者さんの YouTube を拝見して、はいはい、一番信用できるというかこの人に対する接し方とか、はい、その最後までできるとこまでやるっていう熱意とかがすごい YouTube、はいはい、どの動画を見ても伝わってきたので、はいはい、1個だけ抜粋してとかじゃなかったの で、はい、でそれで思い切ってお願いしました。ありがとうございます、はい、本当になんかその嫌な思いというかそういうのがあった、僕今日はちょっと初めてそれをお聞きしたんで、はい、やっぱそれを最初に言っちゃうと、はい、なんかこのイチャモンつける人なんだと思われても、はい、私もちょっと、はい、あれやったし、はい、なんで、はい、でまあその時に引っ越しも頼んだって言ったんですけど、はいはい、まあ、付け加えで言うと物損もあって、はいはいはい、まあ、その時の対応もすごい悪かったんで、担当者の方が責任者じゃなかったんですけど、はいはいはい、まあ、担当者から責任者に物損があったことを言えないみたいな、はい、あ形、ちょっとその会社の状態もあまり良くなかったっていう感じなんですか。そうです、そうです、そんな中選んでいただいて本当にありがとうございます、はい、まあその1年ぐらい前から、まあ、荷物がちょっと溜まりだしてっていう、はい、お話でお伺いしてるんですけど、はい、そのなんか溜まり出したきっかけだったり、そうなんです、まあ、原因というか、してきてから、はい、まあ、数年ちょっと綺麗にやってたんですけど、もともとこの建物にその専用のゴミ置き場っていうのがなくって、はいはい、集合ゴミ捨て場みたいなところがあって、はいはい、そこ利用させていただいてたんですけど、はい、まあ、ちょっとマナーの悪い方が多くって、はい、管理してる方がもう無理やいうことで、はい、捨てられなくなったんです、はい、でそこからかなり遠くなっちゃったんですよ。で、まあ、最初の方は捨てれてたんですけど、はい、まあ、そこもやっぱりマナーの悪い方がまた捨てに行くので、はいはい、でまた遠いところからも来るので多分キャパオーバーにもなりっていうので、はい、なんかどっから捨てに来てんやみたいなことを言われて、はいはい、でまあ、言うと、はい、まあ、そのとこからここまで捨てに来ることないやろ、どっかで捨てれるやろみたいな、はいはい、でもう行くと、はい、もうずっと収集車が来るまでか見てるから、あ、捨てれなくて、はい、で徐々に徐々に溜まっていってどうしようもなくって、はいはい、で、あれよあれよという間に1年ぐらい経って、はい、こんな状態になり、はい、で、また最近近くで捨てれるようになったみたいなんですけど、はい、もう
その時ね、あっていう溜まってしまってっていう、はい、あの僕たちもよく聞くんが、はい、その本当にあのマンションとかであったら、はい、管理人さんがやっぱり厳しくて、はい、見られたりとかっていうのはよく聞くんですよ。でやっぱこういう集合住宅とかになると、はい、多分やっぱそういった方も いる、まあ、そのちょっとあの、まあ、言ってくる人はいると思うんで、なかなかやっぱそういう時出しにくくなって、そうです、ね、結構そういう溜まってしまうっていう方はいられると思うんで、なので今回、まあ、僕たちの方で、はいはい、できる限りすいませんが、はい、本当にご迷惑をおかけします。はい、いえいえ、もう本当にそのお手伝いをさせてもらいたいので、はい、すいませんが、暑い中大変と思いますけど、はい、よろしくお願いします。すいません、すいません、よろしくお願いします。本日よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい。一応今日スタッフちょっと少なくて4人で、で、やっぱ今最近夏8月入ってから作業も予定より押すことが多くて、っていうのもやっぱちょっと休憩がこまめに取らんと運び出しメンバーがかなりしんどそうなので、なので予定一応2時頃終わりなので、4時間ぐらい、1時間半バッとやってちょっと休憩をとって最後1時間半で仕上げた、それ3時間ですね。なんかそうですね、1時間半、1時間半で30分休憩とってぐらいの感じで、まあ計4時間ぐらいですかね。ちょっとハウスクリーニングとかもあるんで、でちょっと運び出しが、トラックが家の前つけれないんで、そういうのもあって多分予定より時間はかかってしまうかなっていう。生ゴミ系が多い感じですかね。そうですね、食べ物の多分その容器だったりとかが多いですかね、こっち。体感的には多い、そのなんかゴミ出しが理由で。そうですね、結果やっぱ、まあ、何らかの理由でゴミ出しできなくなって、で、溜めてしまうっていうのはよくありますね、やっぱり。全体的に物屋敷とゴミ屋敷って結構一緒だしにされがちですけど、生ゴミ溜まるとやっぱどっか心の病気っていうか心の病はあるとは思う。物屋敷って結構体の疲れとか精神面の疲れでなりやすかったりとか、とりあえず置いとこうとかっていうので多いですけど、生ゴミちょっとまた違いますよね、やっぱり。生ゴミでも例えば袋に入れずに、例えば部屋に散らかってるとか、袋入れてる人と袋入れてへんっていう差も大きいとは思いますね。気持ちの差っていうんですかね。僕らの仕事って結構気をつけないとダメなのが、やっぱりあの YouTube 配信してる理由って、やっぱり悩んでるのは一人じゃないですよっていう思いがあったりとか、そういうことを伝えたいわけであって、決して晒したいとかっていうわけでも全くなく、個人情報って特に気をつけないとダメじゃないですか。だから僕ら例えば撮影していいですよとかって言われた人とかにでも20、30にチェックするじゃないですか。動画が公開される前にもなんか編集点ないですかとか、モザイクかける場所ないですかとか、で社内でもね、さらに個人情報につながれへん情報を確認してっていうのをするんで、やっぱ SNS って簡単に発信できるようになってるからこそ、僕ら業者で特に気をつけないといけないんで、あの発信してる立場ですけど、やっぱりプライバシーは守らなあかんし、依頼者さんは絶対守らなあかんしっていう部分ですよね。そんだけ嫌なことあっても、なんかまたうちの動画見てもらって、うちの動画やったら出ていいよとかって言ってもらえるっていうのはありがたいですよね。結局そうやって勇気持ってね、依頼してる人を責めるっていうのは絶対違うじゃないですか。なんかやってしまったこととか終わったことをガチャ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 言うよりかは、
これから先のことに向けて、なんか考えていたりする方が大事だと思うんです。終わったことに目向けるのも大事やけど、先のことの方が重要じゃないですか。じゃあ次こうならないためにこうしていこう、こうしていこうって、やっぱ言葉って伝え方とか捉え方やと思うんです。段ボール置いとくって、なんか僕前も言ったけど、やっぱほんまに段ボールってあったかいんですよ。あったかいからやっぱりほんまにゴキブリの住処になりやすい。なんか家に段ボールある人はほんまに気をつけてもらった方がいいと思います。こういう隙間とかも多いじゃないですか。こういうところにちっちゃいのが入っていって、まあったかいんですよね。冬でも過ごしやすいんですね、ゴキブリにとって。あったかいから段ボールって結構こうやって、まあ、畳むのがめんどくさいじゃないですか。でもなんかちっちゃいゴキブリがやっぱこういう感じでいっぱいおるんですよ。こういうのがね、段ボールって。だから段ボールって捨てんのがめんどくさい。こうやっていちいち剥がしてやらないとダメじゃないですか。捨てんのめんどくさいけど絶対に処理してる方がいいです。家でよく段ボールでとりあえず保管とかされてると思いますけど、まあ、僕の家とかやったらもう家段ボール職業から絶対なくしてますね。やっぱりどんだけ綺麗にしててもゴキブリってほんまにどっからか入ってくるんで。ユキ君それは昨日って外履きで作業してるの？そうです、一応ね、まあ、やっぱり荷物がこんだけ入ってるんで、まあ、危ないんで、まあ、とりあえず靴、外履きの靴履いて、であとちょっとまあ多分動物の糞尿とかがあるんで、ある程度全部荷物取ってから中履きに履き替えて、でそこから最後仕上げという形にしようかなと思ってるんで、これ一応安全靴なんで、画鋲とか持ってたりとかして危ないんで、そんだけやっぱ荷物が埋まってると何があるかわからないんで、ある程度物を取ってから中履きちょっと薄いんで履き替えてから仕上げっていうので、今までこの部屋でいうと3分の1くらい？なんて言うんですかね、半分ぐらい、半分はですね、3分の 0.8 ぐらいですか。まあこの辺も残しておくやつなんで、押し入れなんかはもう触らなくて、でこの辺の感じとかも置いておくやつなんで、ここで言うとあとこっちだけなんで、であっちの家具、テレビは残しておいて、でベッドの本体、フレームは残しておくんで、あと1時間ぐらいで目処がつけます。ハウスクリーニングもこの後あるんで。ハウスクリーニングはどこでやるんですか？シンクとで、お風呂場ですね。シンクもなんか一回ぼや騒ぎというか火事になったみたいで、多分後であっちに取ってもらったら分かるんですけど、ちょっとこう燃えてる跡があるんで、だいぶ床見えてきた。よいしょ。あのキッチンの荷物残してるのは、はい、あれ分かってるんですか？キッチンあ、ここ？キッチンって言ったかな？まあ、優先順位的には後回しかな。床さっきやっぱりスペース空けないと、あの荷物こうやって例えば段ボール仕分けしたりとか、ペットボトル仕分けしたりとか、資材置いたりとかっていうのはやっぱスペースが大事なんですよ。ここさっきやっちゃってもどんどんこういう荷物溜まっちゃうから、さっきここの荷物全部どけてスペース確保してからある程度置けるようになってからこうやってやっていったら楽ちんじゃないですか。だからさっき今はこう床開けるのをさっき徹底的にしてます。どこの場所でも基本そうですか？場所によるかなと。正直場所によるけども、基本は大体一緒です。基本は一緒ですね。でこうやって床バーって開けば次ゴキブリも隠れる場所がないから、どんどん上に上がってくるんですよ。こういう感じで上にゴキブリが天井とかにもどんどんバーッと上がってくるから、それバーッと処理していく感じ。だからやっぱ生ゴミとか、こういう生ゴミ系が溜まったりする人ってなんかやっぱ抱えてる問題とか悩み事があるけども、やっぱ相談できない人やったりとか、相談したけども嫌な目にあったとか、なんかひどいこと言われたとか、そういうのが多いような気がしますね。そういうふうに悩まれてる方、じゃあなんか一回相談したけどなんか自分が思ってた回答と違うかったってなったら、やっぱまた相談できひんようになってっていう風な問題を抱えてる人が多いような気がしますね。ちょっと洗面所の方は手洗いとお風呂場に関して衛生用品とかもあるんで、そこら辺ちょっと片付けてからバスクリーンを入れていきたいと思います。そっちが結構思いのほかスムーズに進んだんで、
ち多分社長と二見ブラザーズがやってくれたので良かったです。僕一人でこっち、僕一人でやしここまで、あとでもほんまにここバーってやってて、あとハウスクリーニングなんで、まあ、思いのほかスムーズにいってると思います。キッチンやっていきます。ハウスクリーニングもやる。そうです。とりあえずでもまず物をどかせないと。これでさっきなんか燃えたって言ってたんですけど、洗剤食器用洗剤がすごい溶けてる。ここが多分ちょっとぼやっとしてるみたいな。これだとここら辺がもう丸々燃えたんと思う。がっつり取れた。スポンジとかゴミは燃えた後ですね。まあ、ここはちょっと油汚れと焦げとちょっといろいろ重なったゴミですね。あの汚れですね。ちょっと拭きかけて放置。それでも結構下に油が垂れ流れてきてるんで。こすっていきますね。あ、ここちょっと割れてますね。でも熱で多分壁が膨らんで、ただ汚れはめちゃくちゃ落ちたんですよ一瞬で。こっちの油汚れも、うわすごい。ちょっと置いただけでどうですか、すごくないですか結構バーッと流すだけで、油汚れも一拭きでいけます。焦げ以外のところは、うん、ここの焦げがちょっと火が直接当たって壁が変形して割れちゃってるのと、ここの焦げ部分はあれですね、油と裾は一瞬で落ちました。さすがっす。使った後も洗剤まで切れるんですよ。ここら辺だけもうちょっと浮かせて、こっちは汚れもすぐ取れるんで。正直やりだすまではしんどいですけど、やりだすと楽しいですよねやるまでのスイッチ入れるのがやっぱ大変ですね。やってる時ってなんか無心でできるというかなんか頭の中整理したりとか、ちょっと有意義な時間、掃除をやってなんかプラスアルファなんか楽しめるとかね、そういう付加価値があれば掃除するのも億劫にならへんのかな。なんか、まあ、僕の場合なんか誰か読んだりとかってよく言ってますけど、誰か来るから結局そのスイッチ入れる方法、誰か来るから片付けなあかんっていうスイッチですけど、結局は全部自分のためになるんで、人のためっていうか自分がね一番快適に生活しやすいので、快適で癒しの空間、落ち着く空間を作るためにもやっぱり日々の清掃、掃除、片付け、まあ、大事ですね。それで、まあ、自分の気持ちも整えれるし、僕も最近結構撮影続いてて、なんか本当によく聞いてたのが、まあ、本当に日々の生活、仕事、環境が変わって、新しく環境変わって、生活に追われて本当に後回しになってたとか、なんか精神的にちょっともう、参ってたっていう方が多いんで、そういう時こそほんまにちょっと気持ち、自分の気持ちを整える、なんかそういうちょっと考え事をするためにも、なんかちょっとした掃除、それだけでもやっぱり気持ちも晴れる。綺麗くなったらもちろん気持ちもテンションも上がるし、その間にね、心の整理やったり気持ちの整理できたりすることもあると思うんで、ちょっとね、いつもより早起きして1時間その掃除に当てるとか、多分今まで通り生活してたら結構変わらないと思うので、どっかでそういう時間を作る、10分だけでも5分だけでも、それも
気持ちの転換っていうのもやっぱ絶対自分を見直す時間にもなれるし、もちろん家も綺麗くなるし、いいことしかない。それを入れるまで設置はやっぱりしんどいかもしれないですけど、ちょっとね気持ち入れ替えて自分の考え方変えるだけでも、あ、なんで今までこんなこと難しかったんやろ、できへんかったんやろと思うかもしれない。ぜひトライしてみてください。自分のためにって思うのがやっぱ一番かも。結局自分のためになるじゃないですか。片付けることも、気持ちを整理することも。それって掃除に当てたらすごいいいことしかないなと思いました。やっぱり片付けるまでは、なんかもう知らん業者さんこの嫌やなとか、もう全部ゴミじゃないし、片付けたくないし、全部いるやつやって言われるんですけど、結局例えば一箇所片付いていったら、あっこもやっていこう、ここもやっていこうって、やっぱそう、きれいもどんどん伝染していくんで、汚いのもどんどん溜まっていって、遅れていって、増えていって、散らかってはいきますけど、一箇所きれいくなったら、そのきれいがもっとどんどん広がっていくんで、とりあえず、だから一気に全部やろうと思ったら、やっぱ無理なんですよ、僕らも。順序立てて、まあ、玄関から動線作って、自分の片付けして、スペース作ってって、いろいろ片付け方ってあると思うんですけど、やっぱその自分が一番、苦にならない片付け方を見つけて試してみる。で、一箇所ずつ片付けていって、一箇所片付けたら自分が褒めたいじゃないですか。で、まあ、そこが綺麗くなったら、ああ、ここも気になるな、ここも気になるなってなってくると思うんですよ。小さなことからコツコツとすごい大事な言葉ですよね、あれって。全てに使えるよね。全てに使える、小さなことからコツコツコツって。やっぱりその言葉のフレーズって関西人ってどっかに刻まれてるじゃないですか。何事にも置けるいい言葉です、ね。うん、OK かな。すいません、ありがとうございます。どうぞ。すごい。ありがとうございます。大変だったでしょう。で、この中に関してはもう全く触ってないんで、はいはい、ちょっと服とかは中入れたりはしたんですけど、はい。で、ごめんなさい、こっちも見てもらって、はい、まあ、この中とかはもう空にしてます。ありがとうございます。で、ここシンク、ハウスクリーニングだけしてるんで、ってる、はい。ありがとうございます。で、下も空にしてます。で、一応お風呂もハウスクリーニングしてるんで、うわすごい綺麗、はい、で、この辺はもう簡単に履いただけなんで、はいはい、海とかは取ってるんですけど、こっちも荷物は取ってます。ありがとうございます、はい、で、この辺のやつは多分、まあ、使ってるやつなんで一応その辺は置いてるんで、はい、すいません、ありがとうございました。もうこちらこそありがとうございました。予定より時間ちょっと長引いちゃったんですけど、え、一応言うて聞いてた通りです。びっくりしました。絶対元かかる表なんで作業完了になるんですけど、はい、作業を終えてみて、中を置いてみてどうですか。いや、びっくりしました。ちょっと言葉が出ないんですけど、はいはい、想像以上でびっくりしてます。よかったです。はい、一応、まあね、もともと下シートを敷いてたんで、はいはい、まあ、でもそれもどけるの大変やったでしょ。荷物を動かさせてもらって、全部それをきれいに動かさせてもらったので、もう一番びっくりしたのがシンクですね。本当ですか。あんなビカビカに見えないと、私ぼやしちゃったんで、だいぶ焦げもあったと思うんですけど、はいはいはい、あんなに綺麗にしてもらえた、もうお風呂もですけど、はい、本当に感謝しかないですね。ありがとうございます。本当に、じゃあ、まあ、できる限りではさせてもらって、もうね、汗だこになって、暑い中申し訳なかったです。本当に
助かりました。今回うちの、はい、もともと YouTube 見てもらって、はい、そうですね、ご依頼いただいたんですけど、どうでしたか。正直値段言ってるところもあれば、はい、まあ、隠しているところもあるじゃないですか、はいはいはい、でやっぱりこう言ってるところを相当安いんやろなって思われると思うんですよ、皆さん、はいはい、だけど、はい、イーブイさん決して高くなかったんです。私本当に自分の予算がもうギリギリのところで、はいはい、やたらんやろなって思いながらお願いしたんですけど、はいはいはい、もうその中でやっていただいて、はい、でやっぱりできることとできひんことをやっぱりはっきりおっしゃって、最初におっしゃってくれて、なんか絶対にこの案件取って帰ろうじゃなかったのも感じましたし、はいはい、でやりますやりますで、はい、やられなかった方がやっぱりショックっていうのが前回あったので、はいはいはい、だからえって思って、はいはい、決して何やろう、その金額を言ってるから言ってないからとかじゃなく、はい、やっぱり自分がね一回相談してみたいなと思ったら、ぜひ見積もりだけでもねしていただけたらいいんじゃないかなって思うんですよ。本当に本当に助かりました。正直、はい、その今回のゴミの件あるまでは、はい、なんとか生活してたんですけど、はいはい、でも元々がやっぱりちょっとそのだらしない傾向にあるので、はい、またお世話になるかもしれないなっていう不安もあるんですけど、はいはい、なんか心よく頼めるというか、はい、お願いできるというか、はい、最初のインタビュー朝、はい、受けた時も、はい、私ちょっと足腰悪いんで、はい、座らせてもらってて、はい、で本来だったらね立って、はい、してくれたらいいのに、ゴミの上に膝ついてくれて、はい、もうそれもなんか汚れる覚悟でなんかこの偏見とか持たずにやってくれてるんやなっていうのがすごい伝わって、もうちょっと泣きそうなぐらい感動しました。ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。僕も頼んでよかったです。差し回った時に最後の見積もりを終えて、はい、なんかお客様の方からああよかった安心したっていう言葉が、はい、なんか不意に出てるのを聞いて、はい、あ僕もなんか僕も変なんですけどよかったと思って、はい、ちょっとでもやっぱ力になれたらいいのかなっていうのは感じたので、ありがとうございます。本当に。じゃあ一応これで、はい、作業終わりになるので、またあとちょっと多少最後確認してもらって、はいはい、必要ないものあれば最後それだけ持っていくので。分かりました、はい、すいません。すいませんがよろしくお願いします。はい、こちらこそありがとうございました。はい、お世話になりました。すいません、こちらこそです。ありがとうございます。